はい、それではバボラカップの1回戦ですね、まあ、解説していきましょう。これ初戦のね、この相手の、ペアの片方の子は僕の知り合いでね、まあ、後輩、同じ高校じゃないんですけど、まあ、同じ栃木県でね、まあ、下の学年の子ですね。あーごめん、まあ、結構テンポよく試合は進んでいきます。この日は結構、まあこの音でも分かる通り風が結構強くて、まあ、結構その風との戦いっていうのもあるんですけれども、まあ、割とうまく試合は進めてたんじゃないかなと思います。おお、ナイスリターン。風が強いんでね、結構スマッシュ難しいんですけど、この日はまあその中でもしっかり打ててたかなと思います。サーブに関しては。よいしょ。ただやっぱりこの時の試合は僕もまだまだ練習もそんなにできてなくて、準備不足っていうのもあるので、最近あった、埼玉県のね県大会に比べると出来は相当悪いですね。謎のリターンもするし、やっぱロブでこう上に上げがちですよね、練習してない時って。練習してる時はあそこをしっかりね踏み込んで強く打てるんですけど、ああいうリターンミスはなくしてるように練習しなきゃですね。いいリターン、いいリターンですね。さあ 3-0 になりました。長ちゃんのサービスゲーム。いや、僕らのペアって結構サービスゲームが結構重要なので、まあ、2人ともサーブが得意ではあるので、このサービスゲームをいかにきっちり取っていくかっていうのがすごく大切なんですけど、そういってる間にラブサーティー、はい、おー、やりました、ラブフォーティー、ういー、ナイスサーブからの、まあ、ポーチですね。あれをこう無理にバックボレーでね止まって打とうとすると難しいんで、もう通り越してフォアで打っていくっていうのが大事ですね。40まで追いついて、さあ40オールのアドバンテージですね。試合はナイスサーブ。ああいうサービスでのポイントが多いとすごくいいですよね。あら、キー、こういう風のある日はね、結構風を気にしてスイングが中途半端になっちゃうとかね結構あるんですけど、まあ、しっかりまず足を使ってきっちりヒットしていく、きっちりスイングしていくのが大事ですね。あとは風上風下を読んで、ナイスロブ落としますね。これはちょっとしまあ仕方ない。さあサーティオル、結構大事なポイント、何する。うわー、リターンミス。ああ、これでリターンミス2つですね。さあ大事なサービスゲーム、ナイスリターンでしたね。今足元へ、おー危ない。
まあ変わりましたね今のサイズ。まあ風もあるのでサーブが伸びてますね。でもこれ追い風だった気がするんだよな。入らず。あーナイスサブ。これは多分逆疲れた記憶があるです。ダリゾ来ない。ナイスサブ。ワイドね、いいサブでしたね今。おーノータッチ。長ちゃんがいい時ってやっぱこのサーブがねすごく。乗ってるよね、いい時って。さあ、サーティーラブ。あたり底ないだけで決まりました。さあ、マッチポイント。あるかな。フォルトですね。はい、これで終わりですね。さあ、これで準決勝に進んで、これ準決勝は撮影ができなかったので、まあ、アップができないっていうことだったので、まあ、決勝の方でもまた少し喋りながら見ていきたいと思います。